はいどうも、パルプンテジ J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで今回は、浦和トスですね、マッチレビューでございますね、新戦力躍動ということでございましてですね、やっていこうと思っております。よろしくお願いしますということでございましてですね、まあもう結構、 かはですねご存知の方、えー、多いんじゃないかと思いますけども、いや雨の中の駒場ですね、まあ、ちょっとピッチコンディション、いい試合前気にはなったんですけども、やっぱりそこはですねやっぱり、えー、我々が感謝しないといけないのは、やっぱりこう駒場スタジアムとか裏のスタッフの方々ですね本当、えー、ピッチ、試合ができる状態まで、おそらく、えー、結構最後の最後まで仕上げてくれたんじゃないかと個人的には、えー、思っておりますので、そこはやっぱり、ね、スタッフの方々、本当スタジアム管理の方とか、いろいろいると思うんですけども、そういう方 方にもやっぱり我々は感謝ししなないといけないいとけのかで思いました何を真面目な話を中、話でございますけども、今回、早速やっていきましょうかね。このチャンネルはですね、J リーグ浦和レッズや九州のクラブを中心にお送りしております。そして、サブチャンネルでは J リーグ全般のお話をしています。よかったらチャンネル登録よろしくお願いしますということでございまして、まず、両チームスタメンはご覧の通りとなりました。浦和がユンカー、小泉がベンチにもいないという話でございましてですね、まあ、ちょっとユンカーは怪我じゃないかと。そして、小泉選手は一応、全体練習 には合流していいるということでございますねこれはまあ裏の全体練習には合流しているという話でございまして、まあ、それはあの裏アレッツの公式ですかね、えー、写真に小泉選手の姿があったので、おそらくコンディション不良か怪我なのかという感じがえしておりますけれどもね、そしてトスのスタメンはえご覧のとりとなりましたが、まあやっぱり白崎選手いきなりスタメン中話でございます。そしてだから裏アレッツはだから秋元ワントップのそう江坂トップしたという形で来ました。そして新戦力で平野選手いきなりスタメン、そして堺もまさかのえスタメンということでございます。 まずここに触れない感じの話ですけども、まさかいきなり酒井と平野がスタメンなのかって感じがしておりますが、やっぱりこれは、見ようによってちょっと、まあ、えー、本当はたゆっくりね、チームになじませた方だと思うんですけど、ちょっとチームとして全体のコンディションとか調整がうまくいってないから、ちょっとまあ使わざるを得なかったって考えもできるんですけども、まあ、この新戦力のまあ評価といいますかです、ね、僕なりにちょっとしておりますので、最後のしていこうと思っております。よろししくお願いしますといいいいままますすすととととううここここででごござざちちらら結果こちらでございますね裏2対1勝利ということになりました たま一時期は一時期はどうなるかと思いましたが、宇秋元選手、江坂選手のゴールで処理ですね、そしてトスはまいろいろ今週あった山下選手が決めるということで、あのゴールは結構難しいと思うんです、あのゴール、ね、よく山下選手決めたなって思っていて、そこについてもちょっと後からお話をしようと思ってるんですけれども、まずこちらから見ていきましょうかね、まずその岩波選手、なんでいきなり違いう話ではあるんですけれども、この試マ ピッチコンンディショももあったと思うんですけども結構前半から岩波選手が、えー、ロングボールを、まあ、中盤すっ飛ばすようなロングボールを、えー、通しておりました。これがだから一つ狙いにあったのかなと、まず今日何回かあったんですけど、江坂選手が競り勝ったボールにその後背後え、えー、秋元選手が狙うみたいな、えー、そういうシーンもありました。だから江坂選手は結構この試合空中戦での勝率高かったんですよね。でこの江坂選手のまあヘリングで、ね、反らしたところに選手が飛び込んでくるみたいなシーンも何回もありました。なか,ったかな 例えばね、ハイボール気にしてちょっと、ね、引いてしまった感があってそこの前半は結構セカンドボール拾えていたのかなという感じがしますが、まあ、ただ、それが後半をうまく、まあ、トスは修正してきて岩波もあんまロングボール後を切らなかったんですけれどもね前半うまくいった点としてやっぱ岩波選手がロングボール入れてちょっとトスのラインを下げたのが良かったのかなと個人的にはえ思っておりますけれども、ね、で雨の高さでこ,こ,これは言ったんですが雨の影響も関係していると思うんですけど結果としては良かったのかなという感じがしておりますね。そして次江坂選手も非常に良かったですね、まあ、あの先生いうの場面で ですけどもとにかくですね江坂選手、他の選手と違って、この味方を走らせる、スペースにボールを出して味方を走らせるっていうのが非常によかったのかなって、前半、何回も今日田中達也選手を、ね、スペースに、ね、走らせるみたいなこともえありましたあれがだから江坂選手と他の選手のえ違いかなってえ思っています、とにかくスペースに出して味方を走らせる、この意識が他の選手にはあまりあるようでないのかなって感じがしていて、ね、浦和の選手ってこう足元につけるパスが多いんで、スペースにボールを出して味方を走らせるよりもこうコンビネーションですね。 足元にボールをパスしてそこからフリックしたりとかワンタッチでボール入れたりとかそこから崩していこうみたいな意識が強いんであんまりなかったんですけどもう今日はやっぱり今日はてかやっぱ江坂選手が入った効果かなっていうこと結構選手がスペースに顔出してそこからチャンスも何回か作っていたのでこれは裏に新しい武器が加わったのかって感じがいいしておりますけどもねはいそしてまあ、えー、結果としてですね、まあ、江坂選手の、まあ、牧野選手からパスを江坂選手がまあフリック胸フリックしてですねそこから秋元選手が右足で決めるっていう、えー、シーンでございました あれ多分何回か多分練習でやってるような気がするんですよね。あれ、なかなかこう胸フリックとか江坂選手のフリックからそっからしっかり背後を狙っていこうみたいな意識が今日チーム全体で共有されていたので、そういうことで、多分これ、準備してきたものかなって思っています。だから、しっかり準備してきたと思われることをしっかり試合で結果として出したのは非常に良かったのかなて感じがうーんしておりますけれどもね。はい、そして、しかしトス、鳥栖も同点ゴールを前半に決めるということでございまして、鳥、ま、栖、あ、も前半攻めたんですけれども、なかなか決めきれずみたいな展開でございました。 でまあ、同点ゴールのシーンは右サイドの飯野選手がボールを受けてそこから、まあ、2歩3歩進めてからえクロスそして小山選手がまあフリックというかワンタッチでえそらそしてそこに山下選手が飛び込んでいたという話でございますねまたあちょっと山下選手だから難しかったのがこの小山選手がまあワンタッチで叩いたあとにちょっと変な間がえあったんですよねちょっとだけで、ね、本当ちょっとわずかな間なんですけれどもこうあれちょっと一旦待たないといけないのがフォワードの選手って結構頭の中でごちゃごちゃえ考えるらしいんですよねこうもう本能でで飛び込んでも そのままダイレクトで決めるみたいなのが本当はえ気持ちよくね本当決まるらしいんですけれどもこのちょっと変な時間が空くと右を狙うか左を狙うかどこを狙うかとかいろいろ考えてしまって結局うまくシュート決まらずみたいなことがえあるらしいんですけれどもあそこは変な間があったんですけどしっかり西川選手の股を抜いてゴーあれは本当素晴らしかった山下選手のストライカーならではのゴールなのかって感じがえしておりますけれどもねはいそして次まあ後半は鳥栖がとにかく押し込んだということでございましてですね サイドですねそこ結構、えー、狙われていたのかな、江坂とか酒井選手が結構狙われて、そこから奪われてショートカウンターを食らうみたいな、えー、シーンが何回もありました。まあ、前回の浦和対札幌でいうと、札幌が何回か、えー、ビルドアップのところでミスしたんですけど、全く同じような形で今度は浦和が、えー、やられてしまったサイドに追い込まれてしまって、そこで奪われるみたいな、えー、シーンがありまして、やっぱああいうシーンを見ていると、酒井選手はまだまだちょっとコンディションが整っていないのかな、疲れがあるのかなって、えー、思いますね、ちょっとそこは気にはなりましたね。そしてまあ、だから 左サイドからの攻撃が活性化していたようなだから、まあ、本当1点どころか2点ぐらい取られていても本当立ち上がりからおかしくなかった展開なんですけれどもねであとトスがそう書いていなかったんですけれどもトスがうまかったのはこう、えー、ビルドアップ、裏のビルドアップの時ですね特に,前半特に前半なんですけれども裏がビルドアップの時に、まあ、平野選手を、ね、しっかり囲んでいるんですよね、トスの選手が。まあ、この、えー、ツートップ、ツーシャドーの選手4人で、まあ、四角形を作ってその真ん中に平野選手がいる前要は試合前によく取り囲ゴ練習、えー、していますけれども。 もうそういうい平野選手はかなり囲まれた状態になっていて、でそこがやっぱり、ね、平野選手、なかなか厳しかったというか、えー、プレーとしては窮屈になってしまったのかなという感じが、えー、しています。だったら平野選手が少しずれるだけでも、ね、こ間が空くんでそこを通しやすくなるんですけれども、ちょっとまだそこまでやっぱ平野選手に求めるのはまださすがにちょっと早いのかなという感じがしてますけれども、今後ちょっと期待したいと思いますけれども、ね、そして、まあえー、トスは交代策当たらずということで、まあ、これ解説、福田さんが言ってましたけれども、交代してから、なかなか、ね、トスの攻撃が停滞したというか、うまくいかなかったのかなという感じが。 えしていますね酒井選手もちょっと不発に終わったということでございまして、ちょっとそこは交代策がうま、うん、裏目に出てしまったのかなという感じで、えー、見ておりますけれどもね、そして、しかし、まあえー、勝者は裏折れずということでございまして、本当、我慢強く粘って PK ゲット、えー、やっぱこういう試合で勝つのはやっぱり大事かなって、まあ、内容から言うと間違いなくトスが良かったと思います、本当に、ね、この試合、判定勝ちがあればトスの方が判定勝ち、えー、判定勝ちしていた可能性は十分にあると思うんですけれども、もサッカーっていうのはもう判定勝ちじゃありません。ここうういい苦しいからこそ しっかり勝たないといけない、まあ 振り返ればですね、いや、試合ない悪かったし、勝った気しねえよっていう人も多分、浦和レッズサポートの中にはいると思います。いると思うんですけども、逆にこういう試合だからこそ、しっかり勝たないといけない。やっぱりこういう苦しい試合を勝つっていうのは、やっぱり浦和レッズ、ACL っていうのがですね、まあ、頭にあるのももちろんそうなんですけど、そもそも ACL での経験値っていうのが絶対あると思います。そこをやっぱりこう、例えば鹿島のなんかこう、DNA みたいなのがあると思うんですけども、浦、ま、和、あ、もやっぱり ACL で戦ってきた、この苦しい時をしっかりしのいで勝つみたいな、そういう DNA は絶対 にあると思っています僕は本当これはあると思っていて、だからこれ裏浦和レッズ全体流れている血なのかな、血液なのかなって感じで僕は思ってますけれどもね、はい。だからこそこの、えー、勝利っていうのは非常に大きいのかって感じがします。だからこれ、エサかワンゴール、えー、ワンアシストということでございまして、僕もツイッターでですね、ウェルカムエサかということでございまして、もうあの当たるか当たるということでございました。ちょっとね、英語で、えー、ツイートしてしまったんですけれども、あれは本当よかった。まあ、ちょっとファールかどうかは、ちょっとまあ、ファールっちゃファールなんだろうけども、えー、難しい。まあ、人によっては取らない可能性もあるみたいで、ちょっと難しいところだったと思うんですけれども、まあ、何にせよこれ,でれ、浦和レッズが勝利。 ということになるこなれ本当聖地駒場での勝利とということになりましたね本当こうトスと裏の駒場でのゲーム、まあ、あの日以来ですかね、本当あの日以来でございますけれども、いやー、なかなか面白い劇的なゲームが駒場で,駒場では裏トスあるなという感じがしておりますけれどもね、はい、そして次、トスが苦しんだ要因としてやっぱりビルドアップがうまくいかず、特に前半なんですけれども、ね、前半、まあ、後半はこのビルドアップのところはだいぶ改善されたんですけど、前半相当裏の1たす2たす1に苦戦というのは、要はまあワントップの 秋元選手とそして、えー、2っていうののがやっぱサイドハーフの選手ですね今日スタンメンに入った、えー、田中達也選手、と大久保選手が中にぐっと絞って、ですねこうトスの,、えー、これのビュードアップを破壊しに来るシーンがありました。でその時江坂選手が1列下がるみたいな形でいたんですけれども、そこをうまくねトスが剥がしても、その後、えー、今度ボランチの選手と江坂選手ハはめにくるみたいなことがあって本当外に、外に蹴るしかないシーンが多かった。なかなかねトスのゲームを僕一応全試合、まあ、見ても,もちろんいるんですけれども、このトスの試合、今まで見てきた中でも、ああいうふうに、まあ、簡単に外に蹴り出してしまう みたいなシーンはなかなかなかった、うまくつなげなかったトスうのな今年初めて見るぐらい、えー、トスのビルアップうまくいってなかったのかなって感じが、えー、しています。それぐらい本当にね蹴り出すうちのが珍しく、えー、トスに多かったかなって感じで、えー、見ております、まあ。もちろんピッチコンディションもあってっていうのもあると思うんですけれどもね、まあ、珍しいとパクイルギュ選手が嫌がってた感じが、えー、ありますね。はい。そして次、まあ、ACL 圏内再びということございましてですね、浦和が本当に近づきました。まあ、神戸が試合延期になったので、まあ、えー、ここの差がね微妙で分かんないんですけど、まあ、えー、しかしまトスとのさた 単純にトストの差は3。差になりました。ちょっと他の試合の結果見ていないんでちょっとわからないんですけれども。まあ試合前のね。えー、順位表で言うと、3位のトストの差えー、3になっているということでございまして。まあ、これがだからね。これは本当ね、うん。だから裏と裏からしたらね。まあ9になる可能性もあったわけですね。この3位との差が9になる可能性もあった。中で、逆に3日目たちはこれ、本当に本当に大きな勝利だったかなと思いますね。で、本当 acl っていうこの人参がぶら下がると裏られて本当強いんですよね。 ACL、ACL っていうのは、この本当ににをぶら下げているとです、ね、本当にうられて強くない。まあ、最後、ACL に裏がいた時きは天皇杯で、ね、優勝していったんですよね。リーグ戦は結構、えー、苦しいんで、結構 ACL は天皇杯になってしまったんですけど、そこもやっぱりね、ACL って目標があったから。 か,からこそ、あそこね天皇杯、ちゃんと天皇に勝てたのかなって感じがしておりますけどもね、だからここ,こ,こからはね、本当上がっていくんじゃないかとね、本当と期待したいと思いますね。で、まあ、平野栄ひょということで、ちょっと話しすぎてる気がしますけども、えー、平野栄ひょということで、まあ、江坂選手はこの間話したんでいいでしょう、まあ、ショルツはねほとんど見てないので、何とも言えませんけども、えー、平野栄ひょということで、酒、ま、井、あ、はこれから上がってくるのかなって、本当まだちょっとコンディションが悪いっていう感じが正直しています。まあ、この何回かこう爆発的というか、瞬発的な、えー、スピードで、まあ、置き去りにするようなシーンもありましたが、まあ、しかしやっぱりちょっと守備のと とかこう対人プレーではもっとサッカーやれる気がするんで、今後に期待したいと思いますね。そして、まあ、でビルドアップで苦慮した平野、まあ、本当苦しみましたね。ビルドアップのところ、特に前半苦しみました。ただ、この高い位置でボールを持つとです、ね、やっぱ視野が広い、この平野選手、間違いなく面白いところを見てます。絶対これね、本当、遠くを見る癖が絶対ついてる選手と思います。これはボランチの選手とか、パサータイプの選手に絶対必要なことで、まずは遠くを見る、そこにパスを出せるかどうか、深さを出せるかどうかが大事になってくると思うんですけど、平野選手、本当、視野が広い選手と思います。でうまくパスは からなかったんですけど見ているとこ出すとか非常に面白いものがあるので、今後、日のナに期待したいと思いますけれどもね。はい。えー、という事になりますね。いや、本当熱いゲームでした。本当この試合ね、まあ、本当無事に開催できて良かったまずは、えー、思うんですけども、えー、まず本当に裏で勝利良かったと思います。そして、まあトスもですね、本当、なかなか本当やっぱりね敵にすると嫌だなと、本当、えー、トスに関してはいつも応援はしているんですけど、えー、敵にすると本当に嫌なチームだなって感じで、えー、思いました。本当にそれぐらい本当に粘りになる。本当、まあ改めて感じました、そこはですね。はい。という以上になります。以上、パルブン・ジルクサー,カーチャンネルを包んでした。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。その